皆さんん今日もこににちは疲れたた時時や眠くくくなった時にあくびっあびてよよ出ますよねあくびは脳が酸素不足で働きが鈍くなり通常の活動ができない状態の時に出る生理現象であくびをすることで脳に酸素を送り脳や体全体の働きを活発にしていると考えられています。 疲労時や部屋の空気が悪い時などに出ることが多く逆に何かに集中している時には出ませんしかし眠気のない時に出る生あくびには注意が必要でこれは眠い時退屈な時に出る普通のあくびとは違い眠気がなくても起こることがあり脳や体が疲労して重大な病気の前兆として現れることもあります 生あくびが示す病気とは眠くもないのに出る生あくびは脳梗塞や狭心症更年期障害低血糖の前兆として現れることもありますまた偏頭痛の前兆として出る場合や乗り物酔いの前兆として出てくる場合などもありますいずれも脳の機能低下に関わる病気で 機能が低下すると、意識レベルが低下し、人の呼びかけに反応しづらくなります。このように、脳の重大な病気が隠れている、可能性があるので、不自然にあくびを繰り返す場合は、検査を受けましょう。無自覚の睡眠不足に注意。不自然に頻発するあくびで注意したいのは、無自覚の睡眠不足です。自分は、 日々しっかり寝ているつもりでも、体が休めていないと、生あくびが出ることがあります。特に昼間連続してあくびが出る場合は、睡眠障害の可能性があります。睡眠不足を自覚していない人は少なくなく、なんだか調子が悪く、病院で診察を受けた結果、睡眠不足が発覚するケースもあります。 徹夜明けなどで睡眠不足を自覚することは容易ですが、たくさん睡眠をとっていても質が悪かったり、毎日の睡眠時間が少しずつ不足し、睡眠不足が次第に蓄積したりすると、睡眠不足に気づけないことも多いのです。脳梗塞の前兆に注意。脳梗塞は脳へ血液や酸素が行かず、 血管が詰まってしまう病気で特に生あくびが頻発するとともに頭痛やめまい吐き気などが伴うようであればすぐ検査を受けるようにしましょう生あくびは脳梗塞を知る上で重要なサインなので一日に何回も出るようならば要注意です以上いかがでしたか生あくびは、 睡眠不足や脳の病気を示すサインでもありあくびの陰に病気が潜んでいることがあります特に生あくびとともに頭痛や吐き気があったら危険信号だと思いすぐに診察を受けるようにしましょう是非参考にしてみてくださいね